エネルギーと待機幅を取得するためにスマートを凍結する方法。すべてのブロックチェーンネットワークは取引に関わる手数料を請求します。ただし、スマートブロックチェーンを使用すると、取引の手数に対してブロックチェーンに支払うことなく、スマートコインを節約できます。このためには、スマートをステークする、つまりスマートを凍結する必要があります。スマートブロックチェーンでのステーキングは、ユーザーがネットワークの運用を維持し、そのための主要なネットワークリソースである待機幅、ベントウィスとエネルギーを受け取るためにスマートコインを凍結するプロセスです。これらはスマートコントラクトを使用したトランザクションおよびネットワーク内のすべての取引を実行するために必要です。節約するにはエネルギーとして5万、10万スマート、待機幅として5000、1万を凍結するだけです。そしてスマートブロックチェーン上でスマートコントラクトトランザクションやその他の取引を無料で実行してください。ではこの手順ではエネルギーのためにスマートを凍結する方法を見ていきます。凍結が始まる前に積極的にスプリッティングを行う予定がある場合は凍結されていないスマートを最大1万個まで残高に保持することをお勧めします。スマートウォレットを開きましょう。スマートコイン画面に移動します。凍結ウィジェットをクリックします。開いた画面で凍結ボタンをクリックします。次に凍結したいスマートの量を入力し、受け取りたいリソース、エネルギー、または待機幅、ベントウィッツを選択します。スマートブロックチェーンにおける待機幅、ベントウィッツはネットワーク上のすべてのトランザクションに必要なリソースです。ベントウィッツでトランザクションの支払いを行う場合、スマートコインで手数料を支払う必要はありません。スマートブロックチェーンのエネルギーは、スマートコントラクトによるすべてのアクション、スプリッティング、スプリットを伴うトランザクション、ウルティマトークンなどを実行するために使用されるリソースです。エネルギーはスマートコントラクトを実行するための燃料のようなものです。スプリットの取引を無料にするためにエネルギーを選択し、続行ボタンをクリックしましょう。次に凍結実行のトランザクションを確認します。すべてを正しく行うと、コインが正常に凍結されたことを示す確認メッセージが表示されます。凍結したコインがスマート画面に表示されます。エネルギーと待機幅のスマート回答は14日後に利用可能になることに注意してください。